松山と韓国ソウルを結ぶ定期便が10月末から増便され毎日運行されることが今日正式に発表されました。今日開かれた県の臨時会見で中村知事はチェジュ航空のソウル便は10月29日の冬ダイヤから増便し毎日運行することを明らかにしました。松山と韓国ソウルを結ぶ定期便は現在水曜と金曜を除く週5往復で運行されていて円安を背景にした訪日ブームで平均搭乗率は8割を超え好調が続いていてチェジュ航空から増便の連絡が来たということです。松山空港の国際線が毎日運行されるのはこれが初めてで中村知事もさらなるインバウンド需要に期待感を示しています。非常に雪にも関心があると聞いておりますのでスキーやスノボを取り入れたツアー造成にもチャレンジをしてみたいと思っております。また県は今後県内の観光コンテンツの魅力化やビジネスでの利用拡大に取り組む方針です。